では他球団の情報です。まずパリーグですけれども、4日の水曜日にライオンズの2位、イーグルスの3位確定しました。はい。CS に備える首位のホークスは先週日曜から2試合しかなく2勝、残り試合は1試合です。で、2位ライオンズは先週日曜から4試合やって2勝2敗、5日にレギュラーシーズン終了。3位のイーグルスは6試合あって2勝3敗1分け、残りは3試合。4位バファローズは先週日曜から5連敗中で残り試合は1試合。6位マリーンズが3試合しかなく2勝1敗、残りは2試合となっております。うん。ライオンズ、イーグルス、順位が確定したということですけどね。ちょっと、はい、結局はイーグルスの垂れ具合が気になったよね。そうですね。うん。最後ね、ちょっと巻き返すってこともできずにね。なかったもんね。うん、ペゲーロが大失速やん。ああ、なるほど。うん。初めやっぱ開幕ダッシュ成功したのは2番ペゲーロやろ。はい。うん。そっから何、アマダーとウィーラー、はい。打順どうやったか忘れたけど、バッキバキに打ってたもん。そうですね。まあ、茂木は帰ってきたけどさ。はい、はい。うん、まあ、ちょっと怪我人も出たりという中でね。今、充実してんのライオンズかもね。山川もグッと出てきて、そうですね。岡田君も帰ってきてやで。はい、はい。これ、メヒアが短期決戦でさ、ボーナスパーンって積まれてみ、めちゃめちゃ働くで。なるほど。ホークスもちょっとね、柳田ですよね、うん、柳田が脇腹でな、そうですよね、そのあたりも心配ですけれども、うん、はい、ほんで間延びしてるやん、ちょっと、あ、なるほどね、あんまり大きな声で言われんけど、この間ですよ、この間がね、間が嫌いなんですもんね、うん、あ、もう俺は一番間を恐れるけど、ホークスも恐れてる、恐れてるということなんですね、うん、全然一緒にすんなって話ですけど、トークの間とね、試合のスケジュールの間を一緒にすんなと。ライオンズのルーキー源田、うん、155安打シーズン、ミスター長嶋茂雄さんを抜く歴代ルーキー3位と、うん、で2リーグ制後ルーキー史上初のショートでのフルイニング出場、うん、まあ、盗塁王は、西川がほぼ確実ということで、うん、取ることはできませんでした。まあ素晴らしい活躍です源田はね。あのライオンズの2位の原動力でもう一番パワーポイントで挙げられるのは源田もんね、はい、そうですよね、うん、だってエラーの数これだけ減ったっていうのは送球ミスが多かったよね、はい、もうこれはもう名前出し悪いけど金子裕二が、はい、とってもこう自分のスタイル表現できずに困ってたと、はい、で外野に生かして彼のバッティングを生かす、うん、でそこにルーキーの源田がいいポジションで入ってきて辻監督の期待に応えまくったね。そうですよね、守ってそして打ってとできる選手っていうのがようやくね、うん、現れたという感じですか。また高青年やわ。あ、そうですか。うん、いい男なのよ、マイク向けても。なるほど。うん、はい、源田選手が、まあ、大活躍したというシーズンでした。そうやね。続いてはセリーグ、ほとんどのチームがレギュラーシーズンの日程を終えて6日金曜日甲子園球場でのタイガース対ドラゴンズで全日程が終了する予定だったんですが、この試合が雨天中止と、代わりの試合は10日の火曜日に行われる予定で、両リーグとも10日にレギュラーシーズン全日程が終わる予定となっております。はい、まあ、セリーグの方もクライマックスシリーズ、ジャイアンツがね、うん、ついに11年目で初 CS を逃すと、 DeNA が行きましたということになりましてね、うん、不思議やねんな野球ってな、ね、あれだけ選手の顔ぶれ見たら強そうでさ、はい、で安倍の2000本があったり拍車をかけるような要素もいっぱいあってやで、はい、なぜこれ総合成績見たときに4位 B クラス、うん、考えさせられるよな。世代交代が進まないというね、うん、進んでないという、うん、特に打つ方ですよね。そうやな、ね、そうなったらやっぱ監督にみんな矢を向けてしまっているるから、うん、うん、まあ、辛いオフシーズンがあり、もう来季本当高橋由伸監督目の色変えてやらないね。そうですね、うん、はい、でスワローズなんですけれども、5日の木曜日シニアディレクターを務めていた小川淳司さんが、うん、4年ぶりになりますね、新監督への就任、会見を行いました、うん、で翌日宮本慎也さんのヘッドコーチ就任、土橋、はい、克幸さんの一軍内野守備走塁コーチ就任も発表されています。これ俺びっくりやったよ、今までのさ、はい、スワローズの流れでいくと、はい、二軍監督で若い選手をしっかり見てくれてた方が、はい、ちょうどそのチーム各変期に、はい、改変期あたりに、はい、一緒に監督になってもらって、真中さんがそうだった、はいはい、で小川さんもそうだったね、はい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 、この前の監督の時に、だから僕高津さんになろう思ってて、あー、なるほど、高津慎吾さん、はいはい、うん、ほんだら小川さんやもんね、ほんでこれでヘッドに宮本さん来たやん、はい、これ宮本さんライン作ってんのかなとか思うやん、はい、やっぱなんか監督人事ってさ、はい、オーナー親会社の一番偉いさん方々がすごく絡んでくると言われるんだけど、はい、ちょっとそういうラインも見えたかなと、まあ球団ワースト96敗ですからね、はい、これをなんとかまず立て直さないといけないっていうところで、実績のある小川さんに、ね、うん、まあ、シニアディレクターに話がいったんですかね、はい、でもまあ宮本さんがヘッドコーチというのがね、厳しそうですね、またこれまたイベントのその
野球とか、はい、でいろんなところでパッと顔合わせて、はい、ほんの10分15分野球の話するだけでも、はい、目から鱗だらけのことを、はい、言葉の選択もうまいね。あ、そうなんですか。うん、うん、短い時間にパーンって落としてくれんねん。はい、俺も宮本さんに教えてもらった野球学、はい、引用しての野球解説いっぱいあるからね。俺も言うわ。あ、そうですか。宮本さんすいません、パクってますわ。パクってる、パクってるっていうわけじゃないでしょ。土橋克幸さん、はい、千葉は印旛高校出身やな。確か印旛高校じゃなかったかな。はあ、うん、もう大砲と、あのイースタンリーグで僕もがいてる時に年齢1個ぐらいしかかからないかな、はい、宮本さんと同級生だと思うわ。はあ、なるほど。え、違ったかな、もうちょい上か。そうなんですかね。勝負試合バッターやったやん。そうですよね。うん、ポーカーフェイスで、はい、うん、でも小川淳二さんは二軍監督の時に俺最後ファームでいたのかな、はい、日本ハムで、うん、で一軍監督されてる時は何度か取材させてもらったけど、すごい理論派、はい、うん、理論がちゃんと整わなければ、はい、選手たち、まあ、今のは硬い言い方じゃなくて、ちゃんと理解して把握しなきゃ行動に移しても何のための練習かわからないと、はあ、うん、これがあの大胆さと大雑把さの違いで、はい、大胆さは考えた上での決断、はい、大雑把は考えるもなく、あ、もうこれでええんちゃう、考える間がないのが大雑把、はい、それを許さない人。なるほど、うん、はい、スワローズどう変わるか楽しみです、ね、楽しみやわ。あとあのカープがね、うん、まだこれからポストシーズン入るんですけども、石井拓郎バッティングコーチと川田外野守備走塁コーチが対談、まあどちらも家庭の事情とって言ってたね、いうことですけどね、単身で言ってはったんやろね。うん、うん、華々しく優勝も経験したけども、はい、やっぱ例えばお子さんが、はい、小学生から中学生になるとか、もしくは高校受験、ね、大学受験になった時にさとか、介護の話とかあるみたいですけどね。はい、まあでも2人がねカープを支えた リーグ連覇にね導いた、そのコーチとしての原動力とも言われてまして、うん、はい、非常に大事な、はい、あの逸材をカープは、うん、まあ、失うということです。まあ、カープのことやから新しい人もちゃんと出てくると思うよ。そうですね、うん、はい、で6日の金曜日に NPB と選手会の事務折衝が行われまして、うん、契約更改の前日までに全選手に金額を伝えることが合意となりました、うん、今まで、下交渉がなかった若手選手も自身の年俸などについて考える時間ができたということですけれども、うん、そう、はい、ちょっとお金の話が出てきました。はい、はい、言いましょうか。はい、相当高額になる選手、は今で言うたら1億超えぐらいの人だと、はい、僕らの当時やったらもう 7,8 千万超える選手たちは、はい、下交渉っていうの、食事しながらでもどんな腹積もりかっていうのを、はい、お互いのこう意見交換会みたいなのがあったわけよ。ほう、うん、で、ああそうですかとお互いの意見が分かって、お互いの意見をちゃんと伝えた上で契約交渉に挑んで、はい、あ、もうこれが答えですと、はい、ああそうですか、そこまで考えていただきましたか、ありがとうございます、一発さんやん、はい、うん、なるほど、うん、それがほとんどなかった岩本は保留王だったのよ。ほー、うん、いや、ここに来て契約の席で、うん、いきなりこうだからこうやってお前一発サインしろって言われても、うん、僕の意見ぐらい聞いてくださいよっていうのが俺の意見だった。ああ、何も知らないのに急に出されても提示されてもと、そう、はい、うん、そちら査定士と社長と、うん、でもしくはもう一人おったら、うん、2人3人でこっち1人で丸腰できてるんですよと、うん、ね、それでここでいきなりもう成立するのもおかしいですよね。ちょっと考えさせてくださいよっていう、そういうこと、はい、それを蹴飛ばして保留じゃないのよ、はい、マイナスじゃなくてってことですね。考える時間ください、だったらここで3時間くださいと、はあ、3時間やったらまとめますわと、はあ、いよいよ1時間しか取ってないから、はあ、まとまるわけないじゃないですかと、生活かかってんのに、はい、っていうのが俺の保留の実態だったんです、はいはい、である時初めて下交渉してくる、はあ、ホテルのどっか部屋取ってるからって言って、はあ、で行って、はあ、でまあお茶でも飲みながら、はあ、うん、でまあ大層なご飯まではいかんかったけど、はい、お互い忙しかったから、はい、飲みながらガンちゃんこうこうこうでって、今シーズン自分でどう思うってこうこうこうでしたと、はい、うん、でもあのこうのあのこうので、自分はもうファイターズのために FM 近づいてますけどどうのこうの言ったら、はい、目の前に座ってる方、はい、今やから言うのは三沢今朝春さんだ、はい、ほうほうほう、編成部長までされてて、はい、今独立力の社長とかされてるから、はい、あの方に思いの丈を全部伝えた、はい、うん、ほんだらポロって涙こぼされて、うん、俺が全部持って帰って整理整頓してくるっつって、うん、契約の時に俺給料あんまり下がってなかった、へー、思いの丈が通じたの、ほう、うん、まあ、金額で言うと9200万円やってん給料その時、ほう、ほんで8勝13敗かなんかで借金ずつよ、ほう、多分それぐらいの数字やった、はあ、規定投球回数は言ったけど、はあ、俺は1000万2000万バーン下がってもおかしくない高額収入やったから、はあ、でも僕はもう どこを切ってもハムの人ですって全部伝えて、はあ、今後ともよろしくお願いします去っていって、はあ、契約いったら200万ダウンやった、へえ、9000万や、はあはあ、何も言わんとすぐ反抗したボーンって
主肉もつけてないから。ポケット、じゃあカバンからだ、セカンドバッグよ当時、はあはあはあ、セカンドバッグからもう一応実に持って行って、はあ、持って行って、あーもうあの音は、あの水原さんもその時、はあ、えって言うて早って、うん、でも全力で頑張りますと、はあ、でも成績がずっとなかなか伴わず、はあ、で焦って怪我までもした時には、はあ、まあいろんな冗談で皮肉も言われたよ、はあ、お前給料下げへんかったのにすみませんいろんなことで返しますからっていうのもあって、はあ、移転が絡んだ岩本、はあ、選手会長は、はあ、北海道全土を回って本社の人と、はあ、なるほど PR 活動も頑張らさせてもらったっていう経緯も実はそこに含まれてるの。何が恩返しなのかと思ったから俺は、はあはあはあ、成績で返せなかった分はオフシーズン何をするのか、はあ、今未だにその恩返し続いてるから朝から晩までメディアでわーわー言うてんやろ岩本は。なるほど、せやで、はあ、そういうことなんですね、うん、じゃあこれは一応そういう事前に全選手に金額を答えてこういう感じになります、だから、まあ、心の準備とどうなのかっていうのを考える時間がもらえるということなんですね、はい、でもう一つで言うと、はい、俺契約交渉いつもこう、長いし、はい、保留するから、はい、だから岩本11時からはい、朝一番10時、ほんで11時には次の人があるから11時には記者の人待機すんねん、はい、でも岩本は遅いと思ってたよね、はい、うん、俺10時に行ってそのポーンとハンコ落ちたから、はい、うん、10分ぐらいで出てきて、はい、記者ゼロこれ爆笑で当時今鎌ヶ谷の DJ チャスさんが候補やってたのよ、おーって顔真っ青になって、今の紫のスーツより真っ青になってええ携帯電話も持ってる人と持ってん人おんねやんか、はいはい、いろんな喫茶店走り回って記者呼んできたんや、会見場にあったカメラの三脚だけや2個ぐらい、あもっと時間かかると思ってたのに、うん、まさかのこんな早く出てきて傑作で、もうそのまま待ってて、俺が待ってたんやけど、早来てくださいっつって、でももう時間が来て喋りだしたら、はい、それに携われなかった新聞記者とかおって、はい、共同通信かなんかのもらったんやろな、はい、俺の記事すごい小さかったんや、ああなるほど、うんうん、そういうこともあるというね、そうそう面白い、はい、もう今やから話せることやで、ね、はい今ほんまそうですねという話でした、はい、で、もう一つ、ちょっと先ほども話出ましたけども、うん、シーズン終盤になって各チーム戦力外通告を発表していまして、まあいろいろと、選手がこう発表されてるんですけれども、まあ例えばライオンズで言うと、うん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 、まあ大崎雄太郎、渡辺直人、上本選手とかね、木村翔吾選手とか、はいはい、勝負強かった選手やな、でジャイアンツ松本哲也、はいはいはい、はい、まあ、育成上がりということでね、うん、新人王も、輝きましたけれども、現役引退と、ね、あと乾もそうですよね、まあ、12球、トライアウトを受験するようですけれども、こうやって見ると華々しく去っていく現役引退選手もいればさ、はい、まだまだ模索を続けて、はい、NPB に残れるのか、ね、もしくはね、あの独立リーグでやってもう一度そのチャンスを伺うのか、はい、うん、広島はそよぎベテランですね、はいはいはい、卓球団でのプレー希望性、マリーンズは、うん、古谷北見出身、はいはい、岩見沢、うん、ちょっと今後未定ということですね、左やからね、うん、需要は出るかもよ、まあ、ただ36歳と思うね、うん、いやでも技巧派やったら十分、あなるほど、ほら見てみー、あの東海のシーラカンス山本雅さん、東海のシーラカンス50歳まで上げたやんか、はいはいはい、金森は連絡来た、あそうですか、元ファイターズ金森ね、うん、トライアウト受ける、うん、受けるって、どこまでできるかはもうやりますと、まあ、家族と相談せよって俺アドバイス言ったんやけど、うん、なるほど、これね、どんなやり取りかっておもろいね、どんなやり取りか、うん、メールが来た、はあ、岩本さん明日球団に呼ばれてます、はあ、内容聞いてないんだよね、はあ、でもこの時期に球団に呼ばれてるってはもうそれしかない、はいはいはい、呼ばれてます、まあ、でも自分が納得するまで全力で頑張ります、うん、まだ連絡しますって書いてあって、はあはあ、まだ球団にクビって言われてないけど、それが分かるプロ野球選手、はあ、な、一晩何を考えてどうやって球団行く、すごい不思議と思う、あ、なんとも言えない気持ちですねこれね、普通にマネージャーが明日何時に球団事務所行ってくれって来んねん、うん、え、なんでですかも聞けへん、分かってんねん、察してるわけですか、そう、はい、明日ちょっと球団事務所で、僕らは16年以上あったんで、うん、あの球場で、はい、もう試合終わってホテル帰った時にビジターで、はい、当時高田 GM から連絡があって、うん、あの明日試合後ちょっと話取れるかなって言われた、うん、ああ来たかと、はあ、うん、俺そう思いながらで次の日球場行っ
って、はい、で試合終わって結局呼ばれました、はいはい、で呼ばれて話しました、もう来季は選手の契約するつもりありませんと、はい、でも次の日まだ試合残ってんの、はいはいはい、うん、でも戦力外通告受けた岩本次の日マウンド上がってるから、はあ、おもろやろ、じゃあそのことを分かってて投げてるというね、う、うん、これいろんなところで話してんだけども、はあ、そういうことがあるの、はあ、これ145キロ出なかったらやめようと思って生実家出たっちゅう話で受けたのはあれや、あの、うん、鶴岡君、はあ、そうですか、うん、でもう俺はこれ最後の1球、大阪で投げたボールがプロ野球日本ハムとして最後の1球やと思ったから、はい、言うて、鶴岡君にお前ひたむきに頑張れよ、パッてボール渡したと、はい、だスタンドに投げ入れようとしよってちょっと待てと、お前もうお前にやったよそういう笑い話があるなるほどね、はい、うん、あと兄弟出身でね、うん、話題になりました田中投手ですね、マリーンズね、うん、戦力外になってますし、あとイーグルスは武藤投手で JR 北海道、うん、も戦力外ということですね、はいはい、あとヤクルトは今波選手、うん、戦力外ですね、で引退ということになりましたね、うんうんうん、ちょっとね病気を患ってということで、うん、どこ行ったかな、あ、これだ、甲状腺機能低下症というね、ものに、橋本病と言われるものに、うん、まあ、なってしまったということで、はあ、今の僕の体では戦えないというのが大きいということで現役引退を表明ということですね、うんうん、はい、 あとドラゴンズ八木智也、はいはいはい、戦力外トライアウトを受けるということですね、いやもうそれこそ需要あるよ、うん、あれ首の皮分厚いで、あれ頑張るで、うん、あ、そうですか、うん、根性してんねん、ね、うん、DeNA は林投手ですね、元ファイターズジャイアンツ、はいはい、はい、が戦力外他球団でのプレー希望してると、教習所のせがれや、教習所のせがれそうなんですかそんな言い方せん、教習所の教習所なんですか、お父さん関西、うん、あれやろ、ハムにもおった、巨人ハムの、そう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 、あの林やろ、背の高い、はい、男前の、はい、教習所のせがれや、あ、そうなんですか、よう言うじゃん、あれ豆腐屋のせがれや、いやいや、せがれっていうよりは教習所っていうところに反応したんですね、ああなるほどなるほど、実家教習所なんだ、教習所のせがれ、そういうことなんですね、せがれや、はい、せがれはもうええちゅうだからもうということで、他にも戦力外は発表されてますけれどもね、ちょっと寂しいニュースになりましたけれども、お伝えしました、ここまでプロ野球の1週間をお伝えしました。